問。街中を歩いているとき、パンツのゴムが肌を刺激して痒くてしょうがない。あなたはどうする？ A. トイレまで我慢。 B. バッグを縦にして気づかれないように小刻みに書く。気持ちいい。 C. 大股で歩いてパンツとの摩擦を利用して痒みを軽減させる。 B か C のあなたはスイッチ女の素質あり。ニコ、はよー。どうしたの？助けてよ。なんか女子トイレ D 組のやつらに占領されてるの。しかもうちのクラスの転入生閉めてるっぽい。何？D 組のボスザルめ。またうちのクラスにちょっかい出しよって。私に任せて、話しつけてくる。ニカ、やっぱかっこいい。しかし、相手がボスザルとはいえ、転入生の男ってどんだけ弱いんだ？聞いてんのか？やってるやってる。はあ、情けない日本男子。いた。あ、ブオイ！昨日のメガネくんじゃないか！なんてベタな展開！バカ！作者のバカ！もしメガネくんがビニール伸ばせ！イコール私だって気づいたら、このクソや女！ああ、うんこくせえんだよ！これでも食らいやがれ！いかーん！逃げよう！ダメだ！みんなにお命に任せ！見殺しにはできない！かっこいい！なんてバカなことを！メガネくん、あんた、オタクくせえ割には、いい体してんじゃん。どんなパンツ履いてんのか、お姉さんたちに見せてみなよ。白ブリーフに500円、アニメのトランクスに1000円。あいつらまたパンツ借りなんかして。やっぱ私が助けなきゃどうにも。体抑えろ、下ろすぞ。ラジャー、うわー、あ、消えた。おお、やるじゃんメガネ君。そのまま逃げろ。開けろ開けろ。このメガネ、ぶち殺す！いやー！ヒリアブラ！ボスザルが、いきり立って襲いかかってきた。こっち！逃げろメガネ君、あんた、見かけによらずやるじゃん。ここまで来れば、もう平気だよ。ね、イエイ！あ、昨日のキュウリの人だ。速攻バレた。転入生の神山新太くんだ。みんな、わからないことは教えてあげるように。もしかしてと思ったのに。イケてない男はいらねえよ。やっぱ噂通りのネクラ系だったね、ニカ。どよーん。あんたその顔、一体どうしたの？まるでオフモード。ほっといて。いつもなら盛り上げ役のあんたがやけに静かじゃん。何かあったの？何かどころじゃありません！タミヤニカ、スイッチ女人生最大のピンチ！え？あのメガネ君と同じマンション？オフモードのあんたバレちゃったの？そう。でもさ、メガネ君にとってニカは昨日のことも今朝のことでも恩人なわけでしょ？口止めしとけば言わないよ、きっと。無口そうだし。ところが、続きはそれだけじゃないのよ。今朝。昨日のキュウリの人と、同一人物。バレた！あれ？あ！ああ！やっぱり、あん時の感じ悪お！お前！ん？待てよ。ということは、こいつに私のオフモードをバラしてしまったということだ！あは、この瓶底立てだ。お前、何の魂胆があって変装なんかしてんだよ。かけちゃうぞ。お前に関係ねえ、返せ。返してもいいけど、私のこと言わないでね。弱点発見、弱点発見。隠してるんだ。弱点発見。そういうわけではないんですが、秘密なだけで。一緒だろ。しかし、スーパーのあの強烈女がこうも化けるもんなんだ。女って怖えな。
待てよ。ってことは学校のやつら誰も知らないんだ、あの凄まじい姿。誰もじゃないもんね。ニノは知ってるもん、私のオフモード。はっ、しまった、ボケぞった。許してください。ダメだ。善に弱みに切られ。いいよ。え、黙っててやるから。俺がメガネ外した時のことも言うな。交換条件だ。いいな。いいの？てか、なんでその顔隠す必要あんの？モテるだろうに、もったいない。女は嫌いだ。え？あんたゲー？ちげえよ。とにかく、これ以上干渉すんな。いいな。神山、新たか。はい。というわけで、スイッチガール第2回、いかがだったでしょうか？神山新役の緑川光です。基本、この作品は女性の方が読むとは思うんですけれども、ぜひぜひ男性諸君に読んでいただきたいですね。女性というのはどういう生き物なのかっていうのがね、垣間見ることができると思います。で、いざという時にきっと役に立つでしょう。なんか、彼女がね、ひどい姿をもし、さらけ出してしまった時に、あの子よりは、みたいなね。きっと、免疫つくんじゃないかなと思うので、おすすめです。ところで、新田くんはぐるぐるメガネをしているんですけれども、一体どんなところで買ってるんでしょうかね。そっちの方が気になるんですけれども、あれは、伊達メガネですよね。僕も、まあ、今はマジメガネなんですけれども、昔、目がそんな悪くなかった頃、伊達メガネはよくかけてたんですけれども、伊達メガネに限ってなくしますね。恐ろしいペースでなくすんですけれども、まあ、それなりの値段をするメガネにしてからは一度もなくしません。でもまあ、目はね、いいに越したことがないので、くれぐれも気をつけてください。特にゲーム好きの方、気をつけてください。はい、僕にも、スイッチはあります。もういい年齢なのでね、それはそれはすごいスイッチがあって、たまにどれが自分の本当のスイッチかわからなくなります。気をつけてください、皆さんもね。それでは次回もお楽しみに。